金沢市長坂の長坂の上社に立つ後藤太平、検証費、後藤太平遠方元年は、加賀藩の石川軍、押野村に住んで十村を務めた人物。意味名は言えたい。寛永二十年に、仙台、東江門の後を継いで、押野後藤井へ第三代当主となり、加賀藩より十村に任ぜられた。判明により、明暦元年に、泉の村を、万治元年に、泉屋新村と、 泉ずの出村の田畑を資材を投じて開墾した。漢文11年にも判明を受けて、長坂新村を創設するとともに、長坂新村をはじめとする野田山山六一帯の丘陵地へ、西川の支流である内川を取水口とする、灌溉用水を引く工事の指揮に当たった。なお、野田山山六一帯は、明治期まで石川郡に所属していたことから、明治21年、 当時の後藤家第11代当主、夫吉は、先祖、他兵の功労が少なくないことに対して、道郡長から銀杯を貸しされている。押野村は、他兵たちの十村就任と同時に次第に大きくなり、明治22年に発足した、新生、押野村では同村を構成する十一、河村中最大の集落の個数126個となっていることに、 推しのご当家の存在が大きく影響していると考えられる。ありがとうございます。